僕の部屋から隣の家の裏庭が見える。あまり日の当たらない庭だ。隣の家のリナちゃんは僕より4、5歳年下の女の子だが、生まれつきの病気らしく家にこもりきりだ。リナ、静かにしなさい。虫なんてどこにもいないじゃないの、ね、よほど虫が嫌いらしい。おじい様はもうすぐ天国へ行くのよ。ユージ、行っちゃいけません。ご臨終です。リーナ、またこんなところで。中に入りなさい。妙な話だな。誰にも話すなよ、ヒデオ。でも体に穴が開く病気なんてあるが。おじいちゃんは確かに穴だらけになっていたんだよ。ところが家族に聞くとお前の夢だって取り合ってくれないんだ。そりゃそうだろうな。じゃあリナちゃんの場合は。近寄ってみたわけじゃないんだろ。やっぱり特盛 B セットかな。こんにちは。まあ、ヒデオくん久しぶりね。ユージ、ヒデオくんよ。おっす。入れよ。お邪魔します。この間のリナって子の話さ、うちのお袋に話したんだ。なんだよ、内緒だって言ったのに。まあ聞けよ。お袋知ってたんだ、その子のこと。昔看護師しててさ、その子が生まれた時居合わせたんだってさ。その赤ん坊が生まれた時泣かなかったんだってさ。いつまで経っても息をしなかったと言うんだ。普通だったら死んじまうだろう。それが生きてるんだってさ。おまけに 2,3 日すると体中にポツポツ穴が開き始めた。お袋が言うにはどうやらその穴から息をしていたらしい。もっとも悪ふざけの好きなお袋だ。とっさにそんな冗談言ったのかもしれんがな。古い本が並んでるな。おじいちゃんの本さ。昔ここはおじいちゃんの部屋だったから。ん？日記だぞ。
お前のか。俺は日記なんか書かないよ。じゃあお前のじいさんのだ。ちょっと読んでみるか。でもお前のじいさんがなぜ死んだかわかるかもしれないぜ。あ、なんだこの絵。今日珍しいものを手に入れた。深緑色の翡翠の蝶番だ。9月13日、一日中翡翠を眺めて過ごす。9月23日、寒気が収まらぬ。ひどい寒気。皮膚にポツポツできているのは何だろう。9月25日、午後になって頼みもしない医者がやってきて注射を打っていった。9月27日、信じられない。体中に穴が開いている。この穴から体の内側に隙間風が入り込んでくる。9月29日、虫が窓からうじゃうじゃ入ってくる。蝶番そっくりの虫だ。背中の穴に虫が入り込んだ。体中を虫が這い回る。10月2日、体力は衰え穴は増える。呪いだ、翡翠の呪いだ。これを持つ者は呪われるのだ。持てる力を振り絞って蝶番を窓から放り投げた。ここからはもう字がぐちゃぐちゃだ。やっぱり記憶は正しかったんだ。翡翠の呪いは隣のリナちゃんにかかったんだよ。本当かね。信じられねえよ。あれがリナって子か。いつもの医者だ。日記の中の得体の知れぬ医者というのは、おじいちゃんが死んだ時そばにいた医者か。なんか似ているような気がする。ご臨終です。隣のリナちゃんの主治医に。それに翡翠が隣の家のどこかにあって、それを狙ってるのだとしたら、隣に話すべきかな。リナちゃんのためにも。強い台風21号は現在紀伊半島の南端を東北東に向かって。あの日記を読んだ日、あの少女が指さしたところにあった。呪いなんてあるもんかと思った。翡翠は貴重な石なんだ。俺はこの石に見せられてしまった。しかし呪いはあった。体に穴が開き始めたんだ。そしてあいつが現れた。呪いの使者だ。翡翠のあるところに現れるんだ。あ、来た、奴が来た。ヒデオ！翌日、ヒデオは川岸で死体で見つかった。翡翠の行方はわからない。そして
僕は貧しい旅工業士の一家に生まれた。父親が座長、子供たちが座員で、物心ついた頃から僕は旅をしていた。皆さん、新しいお友達を紹介します。今度この5年3組に入る北脇春彦くんです。春彦くんの家は人形劇をしながら日本中を旅しています。短い間ですが、皆さん仲良くしてあげてください。よろしく。春彦くん、私日高きぬか、よろしくね。春彦くんのお家はどこ？トラックさ、公園の脇に止めてある。トラックの中で暮らしてるの？ねえ、今から遊びに行っていい？いいよ。ああ、たくさんお人形があるのね。あら、これ何？ああ、それはジャンピエールといってね、魔法使いの人形だよ。兄貴のお気に入りなんだ。あなたのお兄さんってちょっと悪趣味？なんちゃって。こっち側にもたくさんあるのね。ほら。ごめん、びっくりしたかい？もう。どんなに仲のいい友達ができても、その町での興行が終われば僕らは別の町へ行かなければならなかった。実際虚しいぜ、こんな生活。来る日も来る日も人形を動かして、この町からあの町へ。友達もできやしない。いい加減どっしりと腰を落ち着けたいね。親父が病気にでもなりゃこんな生活は終わるんだが、なんてね。皮肉にも兄貴の願いは叶えられた。間もなく父は病気で倒れたのだ。人形劇というのはな、人形を通して自分の心を表現するんだ。人形の動き、表情がすなわち操る人間の心の現れだ。人形はそのための道具に過ぎない。人形を生かすも殺すも使い手の心にかかっている。人形は我々の言いなりだからな。なあ春彦、お前はどう思う？何が？人間が人形を支配してると思うか？当たり前じゃん。俺はそうは思わないんだよ。俺たちは人形に動かされてるんだ。こんな貧乏しても親父が人形劇をやめようとしないのは人形に操られているからだ。俺は人形に働かされるなんて真っ平だ。兄貴はその翌朝家でした。そして半年後に父は亡くなった。ねえお兄ちゃん、私小学校卒業したら働くよ。お兄ちゃんだけ町工場で働かせて悪いもん。バカ、まだ中学校があるだろう。すみません、人違いだったらごめんなさいね。もしかしたら北脇春彦さんでは？そうですが、あなたは？やっぱり私覚えてないですか？日高きぬこ、小学5年の時同じクラスだった。覚えてる覚えてるよ。どうしてこの町に？就職して今この町にいるの。私いつか会えるんじゃないかと思ってた。きっと神様が私たちを引き合わせてくれたんだわ。いや、はい、これポストに入ってたわよ。サンキュー。誰からだろう。兄貴からだ。兄貴は同じ町に住んでいたんだ。しかも自分の家まで建てて。意外と近いところにあるのね、ユキヒコ兄ちゃんの家。ここだ。どなたですか？北脇春彦というものですが。ようこそいらっしゃいました。兄貴、おい兄貴、兄貴が操ってるのか？よく来たね春彦に夏美、待ってたよ。
ようこそ。しばらくぶりだね。会いたかった。紹介しよう。これが家内のスミレだ。はじめまして。これが息子のアヤオだ。3歳になる眠っているようだが、さあ2人とも上がりたまえ。なんとかなるもんさ、人生なんて。家出した当時持っていたのは小銭とジャンピエールだけ。苦労もしたが、ジャンピエールが私に運をくれたんだ。おかげで20代半ばでケチな会社の社長さ。さあ遠慮なしに腹いっぱい食べてくれ君、音楽を頼む。かしこまりました。あれは今日のために作らせた等身大のバレリーナの人形だよ。おやおや、あやおまで踊り出したわ眠ったまま踊ってるね。僕と夏美はたびたび兄貴の家を訪問することになった。あやちゃん、こちら。手のなる。あやおはすっかり夏美お姉さんに懐いたようだな。そしてバレリーナ嬢たちはお前に夢中のようだ。ねえ、ゆきひこ兄さん、私もバレエ踊りたい。私もお姉さんやあやおちゃんみたいに操ってよ。夏美、何を言い出すんだ。まあいいじゃないか。すみれ、夏美を別室で用意させてあげなさい。そうね。さあ行きましょう。はい。兄貴、ちょっと聞いていいか。なんだい。兄貴たち、天井から吊られているのか。そうだよ。私たち家族はピアノ線で操られている。じゃあ天井から誰かが操ってるのか。私が雇った使用人たちだ。私一人を 4,5 人で操っている。この家もそのために建てたんだ。なぜそんなことを。自分で動けばいいじゃないか。私を見ていて不都合そうに見えるか。私は指以外は完全に力を抜いている。それなのに私は自分の思い通りに動いているんだよ。使い手は人形を操ってると思っても、実は人形に操らされてるんだ。操り人形こそが真の操り手なんだよ。わかるかい。用意ができたわよ。どれどれ、入っておいで。どう、綺麗でしょう。見違えるようだ。しかしまだ体に力が入っているようだね。お、力を抜いてごらん。お、素晴らしい。夏美、もうその糸を外せ。帰るぞ。どうして。そうだよ、なぜ帰るんだ。今日一日ゆっくりしていけよ。兄貴、悪いけど僕はこの遊びが好きになれないんだよ。さあ夏美。いやよ、帰るんならお兄ちゃん一人で帰って。私このままずっとここにいるから。お兄ちゃんはキヌコさんと暮らせば。何バカなこと言ってるんだ。いや構わんよ、春彦も一緒に住まないか。いや断る。春彦さん、最近私と会ってくれないのね。どうして。夏美ちゃんはどこかへ出かけてるの。僕は兄貴についてはあぐらかすしかなかった。とても彼女に紹介する気にはなれなかった。夏美はすっかりここの生活に馴染んだようだ。そうよ、私は一流のバレリーナなんだから。なんだいそりゃ。ははーつまり僕にも糸をつけさせたいんだな。悪いけど断るよ、僕は君らの仲間にはなりたくない。やっぱり他の女に会ってたのね。チキショー、このまま引き下がると思ったら大間違いよ。なんだ、びっくりした。この人形どこかで。兄貴やめさせろ。ダメだ、私の思うようにならない。水
乱れている。心が乱れているんだ。ジャンピエール！おい、天井裏の人たち、やめろ、やめてくれ。立てないの、助けて。心配ない、すぐに元に戻るさ。兄貴たちは、これは人形。兄貴とその家族は人形に変貌していた。長い間操られていたために本当に人形になってしまったのか、それとも最初から人形だったのか、僕には分からなかった。